ランニングを7年ぶりぐらいに再開しました。10月は25回 67.1 キロ走りました。まだまだ初心者ですが、趣味として定着してきたので記念の Vlog を残すことにしました。せっかくなのでランニング初心者が買い揃えたものを紹介します。こちらはフリップベルトというウエストポーチです。 AirPods に iPhone 13 Pro も頑張れば入ります。続いてもポーチですが、こちらはペットボトルの水を運びたいときに使用しています。ここのポケットにペットボトルを入れることができます。もう一つチャックのついた収納があり、 iPhone や AirPods を入れることができます。きつく締めれば安定性もあります。続いてシューズの紹介です。アシックスのノバブラスト3というシューズです。厚いソールが特徴的です。以前ランニングをしていた時に膝を痛めてしまったので、初心者向けでクッション性の高いものを選びました。弾むように感じるぐらい反発するので足への負担は小さいかなと思います。もう一足買いました。エボライド3という、こちらもアシックスのシューズです。長い距離をより楽に軽量性に優れたモデルということで購入しました。ソールの先端がカーブしており、足首の屈曲を抑え、効率的に足を前に運ぶことができます。あとは Apple Watch、 ナイキのやつです。 iPhone アプリでナイキランクラブを使っているのでこれにしました。 iPhone を持っていなくても記録可能です。とそんな感じでランニング初心者が買い揃えたものの紹介でした。ランニングを再開した目的が運動不足解消なので、ぼちぼち無理せず続けていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。